金梅が謝らすって、当たり前だろ。いや、当たり前でしょ。いや、金梅が謝らすっていうのも、金梅に悪いからあれだけど、正直、俺らが悪口言われる理由なくね？思わね？俺だって別にゆうちゃんのこと悪口言ってねえんだぜ。何様なの？勘違いするのもいい加減にするって話。で、思わね。何考えてんの？マークいらっしゃい。ゆうたんなんか金梅と付き合ったから注目浴びてるだけだって、そうだろ？リカピーはさ、もちろんさ、リカピーももちろんそうだよ。配信者としてこうやってやりだして、俺と付き合ったことによって注目浴びたけど、あいつはあいつでファンがいるんだよ。てめえにいんのかって話だ、クソガキ。舐めやがってよ。自分の彼女の悪口言われるムカつくだろ。いや、俺もそうだよ。もちろん、麻婆そう。俺も金梅とね、ダブルデートなんて、しかもプライベートだろ。楽しみだよ。忘年会だってさ、俺のわがままだけどさ、男性だけで行くって話？男性だけで行くって話なのに、俺がリカピー同伴なら行ってもいいよっていう条件を飲んでくれたじゃん。俺、金梅には感謝してるよ。感謝してる。だって俺のわがままじゃん。だろ？金梅には感謝してるよ。しかもさ、まあ、金梅の褒めこ、ね、まあ、金梅の褒め言葉かもしんねえけどさ、な。金梅の褒め言葉かもしんねえけど、ゆいがもう9年間やってきてね、これだけこうやって一線張って、一線でさ、こうやって配信やってんだからさって褒めてくれてさ、周りの目もあってさ、でも嬉しいじゃん。そういうこと言ってくれる人間。俺だって金梅のこと認めてるよ。第一線走ってさ、8年間やってきてんだから。ムカつくに決まってたよ。たまにな、配信者同士喧嘩することはあるわ。彼女がダメなら、フランソワーズちゃん、フランソワーズちゃん連れて行くって言ってた。あ、彼女がダメだったよ。金梅の彼女がダメなら、フランスソワーズちゃんっていう子がいるんだ。金ちゃん、今配信で楽しみにしてるって。俺も楽しみだよ。金梅とは年齢が、ね、近いからさ。どうぞ。金梅とは学年的に俺、学年的には一個下なのよ。ダッチワイフの、ダッチワイフのフランスとワンちゃんを連れてくって。それはそれで面白いけど、浮くんじゃねえのか。さすが金梅だね。エンターテイナーだね。金梅ぶつぼさないよ。俺は感謝してるよ。あいつには。マジで。感謝してるよ。本当に。これゴミ箱ってどこにあるのかね、ところで。ここか。醤油いらっしゃい。餌のことで若干揉めてた。もう忘年会なんだからさ、楽しくやろうよ。面白いとこ持ってきますね。結局、ゆうかさんが面白いところ持ってく？金梅と俺、焼きそばね、金梅の年上。金梅早生まれなの。昭和52年生まれだけど、3月の生まれなの。俺が昭和52年で5月の生まれだから、金梅の方が早生まれだから、学年的には1個上。
忘年会のまあ主役は俺ではないけど、金杯だけど、あやか、おはよう。ゆうちゃん他に女いるとどんな女でも、そうそう、聞いてる、ひよこ豆。金杯ってさ、あ、じゃ金杯じゃん、ゆうちゃんってさ、ゆうちゃんって、なんかあれでしょ？付き合ってる女とかが、彼氏とカップルができると女のことをディスるんでしょ？知ってるよ。今までもずっとそうなんだよな。でもさ、俺らさ、付き合ってる関係の中、解放いらっしゃい。付き合ってる関係の中さ、俺らディスられたんだろ？いい度胸してんじゃん。しかもさ、18日にディズニーランド行くって決まってんのに。マジで。あ、下沼、ユンボさん、ありがとうね。みんな頼む、ちょっとさ、あとさ、10日ぐらいしかないからさ、10日。13日ぐらいしかないからさ。ゆうかさん、ポンスケのこと認めてる。ゲーム配信者として成功してると思うし、自分の道、自分のやりたいことをやれてるっていうふうに思ってるよ、俺は。可愛い後輩みたいな感じ。本当に。みんなできればさ、ちょっとさ、今日、相手もお願いします。本当に。ディズニーの費用20万あるんだけど、ねむねむさんからもらったんだけど、ちょっとお願いします。リンピンいらっしゃい。今日一回家帰って、とりあえず服着替えて、またホテル、こっち側にホテル泊まる予定だから、悪口よかった。リカピーも聞いてたらしいよ。ラボを延長代節約してから言え。ラボの延長代っていうのは1500円だから、まあこれはもう計算通りなの。計算通り。あ、釣りアイテム、できれば、釣りアイテムももちろん欲しいんだけど、まあできれば花火が嬉しいですけど。できればね、まあ高いアイテムだから、ちょっと今月ちょっと協力して。できれば協力できる人だけでいいんで、協力してもらえると嬉しいです。サロン作った方が良くない？サロジャケットはね、こんな感じ。ちょっとチンコ見えたらまずいからあれだけど。普通の、なんつうのかな。まあ、いいホテルの。あ、花火ありがとうね。片玉ありがとう。これはジャケットじゃないよ。ジャケットっていうか何？寝巻きみたいな感じ。いいホテルよ。バスローブみたいな感じ。ゆうたん犯罪者と並んで歩きたくないとか言ってた。金杯だって犯罪者じゃんな。だいたいよ、34だか36のババアが調子こいてんじゃねえよ。バカ。ただの妬みだろ？このクソガキや。このバスローブいいよ。持ち帰りたいぐらいだ。今一人。彼女は終電で帰った。今日用事があるから昼間。だから終電で帰らなくていけなくて。妬みだろ。結局さ、リカピーが若いから、20代だからさ、若いじゃん。ほんで、ゆうちゃんが30代でしょ？ほんで、金杯が40代。俺も40代じゃん。妬みなんじゃねえの？楽しみはいいじゃんな。なんでいらっしゃい。ディズニーランドなんだからさ。じゃ、俺嫌なんだよ。ディズニーランドってさ、カップルで行くとさ、なんか待ち時間とかあったりとかしてさ、別れるとかあるじゃん。そんなんでダブルデートでさ、ゆうちゃんが俺らのこと悪く思ってんのにさ、楽しめる？金杯とリカピーがキスしたこと聞いて、発狂したみたい。過去じゃん。そんなもん。じゃあ、モッピーね。俺、ヨーブンとリカピーがキスしたことも知ってるし、他の男と関係があったのも知ってるよ。でも、俺と出会う前のことじゃん。出会う前のことを言われてもしょうがなくね？過去のこと。そうじゃね？
そんなこと言ったらさ、過去にさ、いろいろみんな恋愛してきてんのにさ、誰かとエッチしました、誰かとキスしました。そんなこと根に持ってたら、やってられねえだろ。ガキなんじゃねえの。バカ。ありがとう、花火さん。花火ありがとうね、匿名さん。ありがとうございます。いや、リカピーなんか買えそうだよ、別に。リカピーが心配してたんだよ。ゆうちゃんってお酒飲んだりとかすると、ね、お酒飲んで、眠剤とか飲んだりとかするから、暴言を吐かれたりとかしてないから、大丈夫だよって。ディズニーランドだから楽しくやろうぜって。昨日話してたよ。あ、ガキじゃなくてババアか。ありがとうね。リカピーね、うん、リカピーでも今回ね本当は張り切ってるんだって。